今回のテーマは、奨励会入会試験問題、1982年版と、ハブ世代が奨励会に入会した頃です。1982年の奨励会入会試験というと、東京では、ハブ九段、森内九段、大田九段、小倉八段、飯塚八段、木下七段、豊川七段が、関西では、佐藤康光九段が受けた問題ですね。今と違ってこの当時は、 一期試験の一次試験と、受験者同士や奨励会員との対局の二次試験がありました。1982年の一期試験の問題を見ていきます。近代将棋1982年12月号、昭和57年度奨励会入会試験より、第1問は詰将棋です。この動画の後半で、すべての問題の回答が出てきますので、問題をお考えになりたい方は、 動画をを一時停止して図面をご覧ください。シンプルな形だけに難しそうです。毎回聞いていますが、何て図面ですか毎回言っていますが、内緒です。爪将棋のそのそです。やはり難しそうです。第2問は次の一手です。先手の手番。一手記入です。先手玉が絶対絶命です。次の一手のその二です。 三手記入です。この問題も、先手玉が絶対絶命。難しそうです。第三問は、読みの問題です。この寄付の、一図、二図、三図、の局面をそれぞれ書きなさい。そして、先手と後手の指し手の消費時間の合計を、それぞれ書きなさい。という問題もあります。 1>, 1図まで32手そこから2図まで16手さらに3図までそこから19手前年の読みの問題が23手先の局面を書く1問だけだったのでここだけでも3倍以上大変になっているんですね第4問は作文ですえ作文ですか将棋界に入る動機など将棋に関することを題材に400字記すとあります 原稿用紙1枚ですか。長いような短いような、微妙な文字数ですね。それでは、回答です。最初は、第1問の詰め将棋の回答です。その1の回答です。3四桂。1二玉。2一銀。同玉。3二不成。同玉。4二馬。2一玉。3一馬。 同玉。2二,二銀。3二玉。4二歩成りまで、13手詰めです。引き続き、詰将棋その2の回答です。3二銀。1二玉。2四桂。同金。1三歩。2二,二玉。1四桂打ち。同金。3四桂。同銀。3一銀ならず。 一三玉。二二竜まで十三手詰めです。答えを聞いても、覚えられないような難しさです。です第二問、次の一手の回答です。その1は、正解は、九七角です。以下、同歩なり、同玉で、先手は、危機を脱することができます。ここからは、思う存分、攻撃に専念することができますね。 その2の回答です。正解は、22銀ならず、同玉、42比です。意味が、すぐには理解できませんが。69馬なら、23角なり、同玉、24強、33玉、32なりまで、42比に、87銀なら、同角なり、13玉、22銀、 一二玉。三一銀ならずまでの積み。四二比に。三一銀なら。二一角なり、同玉。三三桂。一一玉。一二強まで。四二比には。一一銀が最強の受けとなりますが。二四符で受けなしとなります。同符なら。一四角なりまでですか。かなり難しい問題だと思います。 第3問の読みの問題の回答です。1図です。横太りからの戦いですね。2図です。どちらも持ちたくないような、ハラハラする展開ですね。3図です。そして、消費時間は、先手が3時間51分、後手が3時間34分でした。毎回思うのですが、このような問題を、小学生や中学生が解けてしまうのだから、 本当に恐ろしい世界だと思います。次に、この時に入会した、ハブ6級をはじめとする、奨励会員について見ていきましょう。将棋世界1983年2月号、松浦隆一四段、当時の、奨励会、関東だよりより、12月の前節霊会から、新入会者が参加した。今年の入会者は、レベルが高いようで、出だしまずまずの成績を残している。 成績の悪いものも、奨励会の雰囲気になれるに従って変わってくるだろう。この時の新入会員の中で、後にプロとなった奨励会員の出だしの成績は次の通りです。関西の佐藤康光六級が、ロケットスタートだったんですね。あ、意外にも。ハブ六級、森内六級、郷田六級が、揃って初戦が負け。意外にもそうだったんです。ちなみに、 千崎学部九段は、この1年前に入会しており、この頃はすでに二級でした。この時に、将棋界の一つの時代が始まったと言えるのでしょうね。松浦隆一四段とともに、奨励会幹事だった。滝誠一郎六段、当時の文章も見てみましょう。前回のこのページで、最近の新入会員は、我々の奨励会新入会の頃と比べ、強くなったと紹介した。 そして、受験者のレベルが、我々の頃とは比較できないほど、上がっているということも述べた。今回は、どこが違っているのかを考えてみよう。定石に明るい。我々の奨励会時代は、今のように、数多く本も出ておらず。また、会員同士の付き合いも、ほとんどなかった。ところが、今は本が増え、将棋の知識は、どんどん得られる。 それに、現代っ子は、人見知りをせず気軽に話をし、研究相手もどんどん増やしているようだ。対局後の行動。これは聞いた話だが、昔の先輩の行動は、酒を飲みに行くか、麻雀を打ちに行くか。女の子を半年に夜の街に出ると相場が決まっていた。今の会員は対局後、将棋を指すか、早めに帰宅するかどちらかである。 これは聞いた話だが、と、あえて書かれているのが、怪しさ満点でおかしいです。滝誠一郎八段は、若手棋士の兄貴分的存在として慕われていました。なかなか絶妙ですね。面白い見方をすれば、昔は高潔ぞろい。今は優等生の集まりと言えよう。棋士の中には、奨励会員らしい者がほとんどいなくなった。と嘆いているものが多い。 ただし、最近は棋士の社会的地位も上がってきたし、それに伴って、きちんとした付き合いのできる棋士が増えるということは、連盟にとってプラスになると思う。成績が良い新入会員57年度の新入会員の中で、頑張っているものを挙げてみた。9人挙げられていましたが、後にプロになった新入会員のみを見ていきます。羽生善治さ級。 昭和45年9月27日生まれの12歳。元小学生名人であり。幼少ながら性格ははっきりしており。スケールの大きさを感じさせる。成績は25勝7敗で、驚異的に勝ちまくっている。現在8連勝中でもある。小倉久四級。昭和43年5月15日生まれの15歳。礼儀正しく。 よく連名に顔を出しており、寄付を調べて勉強している。成績は19勝14敗で、2階級上っているのだから。勝負強いタイプである。森内敏幸五級。昭和45年10月10日生まれの12歳。年少ながら、勝負しタイプの顔つきをしている。師匠の勝浦八段もそうであった。成績は17勝12敗で、まずまずである。 木下光一五級。昭和42年8月29日生まれの15歳入会直後は長野より通っていたが今は松田九段のところで打ち弟子をしている明るく性格の良い男である成績は21勝10敗で好調である豊川貴弘5級昭和42年2月2日生まれの16歳連名によく顔を出し 進んで記録を取って頑張っている、真面目な男である。成績は、木下5級と同じ、21勝10敗である。以上、成績の良い9名を挙げたが、調子の良くない者も、も早く彼らに追いつくよう、頑張ってもらいたい。やはり、羽生善治3級の勢いがすごいですね。2月号で羽生善治6級だったのが、4月号で5級、6月号で4級、 7月号で3級、9月号で2級、10月号で1級というスピードでした。一方、郷田正隆6級は出だし不調で、7級にまで落ちてしまいます。将棋世界1984年8月号、銀融史片山良造さんの、関東奨励会だよりより、花の57年12月入会組と言われているのだそうだ。へえ。 と思って調べてみると。なるほど。天才少年の呼び声も高いハブをはじめとして。小倉、佐藤康、森内という。若くて目立つところがみんなそうであることに気づく。その他にも、木下、秋山、渡辺、豊川など。将来を嘱望されている者が揃っている。そこへ、僕もいます。忘れないでください。というように飛び込んできたのが。 昨年9月からの成績が42勝10敗、勝率8割8厘。現在12連勝中というマ田正カである。このゴー田、6級で入会したものの、デビューいきなり9連敗という苦いスタートを切らされ、58年4月には7級に高級。8月にはさらに B へ転落するなど、いわば落ちこぼれ的存在だったのだが、9月に入ってからは、 まるで人が変わったかのように勝ち出して、前期の勝率をマーク。たった8ヶ月半で、7級から2級まで駆け上がってきたのである。これを驚異的と言わずして、何と言おうか。年齢も13歳と若い。出世頭の羽生もうかうかしていられない。どこがどうして強くなったのとちょっと間抜けかなと思う質問をしたら、原因不明なんです。ただ、前は、 少しぐらい、将棋が良くなっても、最後はきっと負けるんだろうなぁと思いながら、刺していたような気がします。という、素直な答えが返ってきた。それを裏返すと、今は少々悪くなっても、最後は勝つものだと、信じて刺していると読み取れなくもない。若い将棋は、自信を持っただけで、信じられないぐらいに、手が伸びるものなのだ。図は、十連勝目を挙げた。 先崎二級との終盤戦の一コマ。攻めよりも、受けの方に味があるな。というのが、伴足から見た印象である。そのあたりの、およそ子供らしくない久しぶりは、ハブと共通するものがありそうだ。しかも、ここからの収束のスピードが、速かった。七四馬と切り。八五銀と。根こそぎ、敵の攻め駒を取ってしまったのが、好判断。以下。 七一飛に五五歩と角筋を通しただけで後手は受けが困難になっている千崎も八四歩と嫌味に迫ったが三三歩なり、同金三四歩二四金四三金四一玉五三金八五歩四二銀三二玉 三三な成りが正確な寄せで、全く抵抗させなかった。鮮やかなものである。どこまで連勝を伸ばすか。そして、ハブに並べるのか、あるいは追い越してしまうのか。興味深い申請が現れたものだ。投了図以降は、同銀。同銀なり、同玉。四三金。二二玉。三三銀。一三玉。 二四銀なり、同玉、二三桂なり、三号玉、三六金までの積みです。入会した、1982年12月から、1983年8月までの9ヶ月間、12歳の少年が、心折れることなく、頑張ってきたことだけでもすごいことなのに。さらには、8ヶ月半で、七級から二級へ、熱血系ドラマの序盤のような、劇的な展開ですね。 それにしても、ハブ世代の騎士がこれほどまでに活躍するとは、当時の誰もが想像できていなかったのではないでしょうか。私もこれからは、少々悪くなっても、最後は勝つものだと信じてやっていきたいと思います。頑張ってください。あれ、今日は毒舌を出さずにあっさりとしていますね。あなたにとっては、言うは安く、行うはかたしア案ずるより産むが安し。 ノー天気それではご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうよろしければチャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いいたします